キックのシュルシュルラジオでございます。この番組は、キックがシュルシュルと気の向くまま、思いつくままにですね、見えない世界のお話や精神世界の話など楽しんでいくラジオでございます、えー。皆さん、外出を控えて部屋で過ごそうというこの状況の中、いかがお過ごしでしょうか元気でしょうかまあね、部屋の中でやることを探そうということでね、私キックもね、えー、ちょっと鉢植えのお花をね、 えー、改めてね、えー、花風水で、ちょっとこういじってね、あの、配置し直したりして、まあ、遊んでますよ、うん。あの、まあ、こんなにね、超不安定な、波ありまくりの自営業でね、まあ、この春、さらっと16年目を迎えたんですけれどもね、まあ、家族もいて、まあ、子供もいる状況でなんとかやらさせていただいてるのはね、この花風水があるんじゃないかというぐらい、 まあ金運の花風水三角形という花風水があるんですけどねこれを教わってから僕も10年ぐらいずっとやってますけれどもねまあなんとかね究極的にお金に困るということはなく必要な分が入ってくるというのはねこの風水の効果のせいなんじゃないかと一人で密かに思ってるんですけど今回はそれをね皆さんにご紹介したいと思いますえまず部屋の中心から西側に黄色い花 それから北東に白い花。で、東南に青い花。計3つのお花ですよね。この青い花がなかなかね、見つからなかったりするんですよね。あの、鉢植えだとね、黄色と白はあるんです。で、値段は高いものじゃなくて、本当に手頃なものでもいいんですよ。元気なね、お花。花ってすごく強い気を発していて、花と一緒にね、暮らしたりとか、花のそばに行くことでね、エネルギーをもらえるんです、人間ねでね。その中で、まあ、安くてもいいんですよ。 元気なお花を選んできてね青はね結構切り花が多かったりするんだけれどもありますからちゃんと探せばで、えー、西北東東南に配置するとでその中で最もいいのはその三角形の真ん中で眠ることと言われてるんですねそうすると金運が宿るとお金に困らなくなると言われてるんですけれどもまあ、できない方はねリビングなんかでもそういう花の まあ配置をして楽しんでみるといいんじゃないかと思います。風水師でね、あのさまざまなお金持ちとか成功者の家を回っていった中でね、共通点があるというのがね、やっぱりあのおっしゃってるのがね、お金持ちの家にはすごく立派なお花がある。なんかね、テレビの風水特集なんかでもね、あのこのお部屋すごくいいですなんていうね。 ス司の方が言ってるお,花にいあのお部屋にはやっぱりねすごく綺麗なお花ありますよねやっぱ花の力っていうものをねすごく分かってるのかなそういう方たちはって、うんまあ、心が豊かであるということで豊かなものを引き付けるという意味合いでもあるんでしょうけれどもねまた花はね邪気払いガードにもなるって言われてるんですね、あのー、ちょっと怖い話なんですけれども生量なんかをこう食らっていると 部屋のなんかこう植物が枯れる時って何かありますよね。うんそういう時は実はね結構生き量をこう喰らっている時だという、まあ、話が一つありましてね。うん、でお花をたくさん置いておくと、まあ、それがガードになるというね、まあ、花が最初に枯れてペットなんかを飼っている方はペットの調子がちょっと悪くなっちゃったりして で最後に自分に来るらしいんですよ。だ反対に言うと、花とかペットっていうのは自分のことをこう守ってくれる、ある意味守り神なのかななんて思うんですよね。また土地のね、エネルギーがちょっと、まあ引っ越しなんかでね、部屋選び難しいんですけれども、気が枯れている場所、まあれ地っていうんですけどね、まあ気が枯れるで汚れるっていうふうに書きますからね。 まあエネルギーが不足しているようなところに住む時は特にねこのお花をたくさんチャージするといいなんて言いますよねうんなんでね、えー、目安としてね例えば2つ置いてたら2つの花がやたらまあまあ枯れてしまうんだけど3つ置いた瞬間にね3つ目を置いた瞬間に3つの花全てが枯れづらくなるっていう個数が出てくるんですよね 3つ置いてても枯れちゃうっていう人は4つ置いた瞬間に4つの全ての花がなんかこう枯れなくなるっていうねまあ観葉植物でもいいんですけど全部花じゃなくてもいいんですけどもねそのこ数、まあ、花とか観葉植物を置いておくといいとでも観葉植物に関してはね陰の木を発するものもあると言われるんでね、まあ、僕はねまあ基本的には花うんそれだけ強いエネルギーを発すると言われてますからね、えー、花をちゃんと部屋の中に置くという状態 これをキープしてます、うんまあねあの彩りも豊かですし、まあ、風水的にねさっき言った三角形みたいなものでね、えー、効果が出てくる相性がいいなんていう方もいるでしょうしね何よりもね、まあ、こういう時にねちょっとお部屋にいてね、まあ、花屋さんまだねこう花屋さんにまで行くなというような状況になってしまったらもう本当に大変な状況ですけれどもねちょこっとなんか 必要な買い出しにに行く時にねお花屋さんなんかまだやってるところがあったらねそういうお花をね、えーま、買って、ま、部屋の中でね飾って彩りをね楽しむのも一つ今の時期の過ごし方としていいのかもしれないなと思いました、えー、今回はねお花の風水お花に関する話でした、えー、キックでしたまたお会いしましょう